Hello, this is Seema. Thank you, everyone. Today, I would like to introduce you to Kevin Helmets. Its name is LS2 Challenger ZT.はい、ということで、今回の商品紹介はヘルメットですね。こちらご存知ですか皆さん。 LS2 っていうね、海外メーカーのヘルメットなんですけども、もう照英とか荒井とかもういっぱい溢れかえってて、ちょっと人と違うね、人と被らないヘルメットをと思ってこれを探して今回購入しましたので、まあ紹介しますね。でこれ国内正規品が2020年10月に、まあ、販売されておりますので、そちらはチャレンジャー F っていうね、FRP モデルになっております。でおすすめするのはその国内正規品 FRP モデルの方なんですけども、まあ多分仕様はもうほぼほぼ一緒なんで、参考にして購入のきっかけにしてもらえたらなと思います。でこれのね、いいところ悪いところはやっぱりあるんですよね。それをちょっと紹介します。まず、いいところ、これまあカーボンヘルメットなんですけども、この後ろに重さが書いております。 1280g、 まあプラマイ 50g らしいんですけども、めっちゃ軽いですよね。1280ってどんぐらいかなっていろいろ調べたらですね、この荒井さんのヘルメット、ジェットヘルメット、これがだいたい1300ぐらい、はい、1300から1300ぐらいかな。でこの照英さんの Z7、 こちらがですね1400ぐらい、もうフルフェイスで一番軽いんじゃないのっていうぐらいのね、軽い Z7よりもさらにね、この LS2 チャレンジャー GT、まあ、カーボンヘルメットは軽いことになってます。でこの FRP モデルもね、100g 重たい1380なので、だいたいこの Z7 クラスの軽さ、すごいですね。めっちゃ軽いヘルメットをお探しの方であれば、おっていうね、気になるところも多いのではないでしょうか。普通カーボンヘルメットって真っ黒じゃないですか。これね、ブルーというかね、そのキャンディーブルーみたいな、ちょっと透き通ってるんですよね。パッと見は紺色のヘルメットなんですけども、太陽とかね、光が当たるとカーボンが浮き上がってくるっていう、めちゃくちゃかっこいいヘルメットになってます。国内正規品は、チタンカラーとマットブラックと、まあホワイト、ブラック、まあいろいろ単色が多いんですけど、これグラフィックモデル、自分は並行輸入品を購入しました。でこれは日本では取り扱ってないので輸入するしかないです。ウィングの部分とか、このフィンとかに、ガンメタのメッキパーツ使ってて、ちょっと派手かなと思うんですけども、かっこいいですね。上もこんな感じで、このウィングの部分がね、黒と、ガンメタのメッキになってます。フロント部分、こうですね。ここに大型の、空気導入口がついてまして、その上にね、こう LS2 っていうロゴを上に押すと、パカッとこうヘルメットが開くタイプです。で閉める時にここをパチンと閉める感じになってます。これはね、ちょっと賛否両論あると思います。まあ使ってで別に不便ではなかったので
まあ、これはこれでね、密閉性がすごくいいのでいいかなと思います。であとこれツーリングにおすすめ、はい、インナーバイザーがねついてます。でこのインナーバイザーなんですけども、まあ、自分カブトしか持ってないんでカブトのカムイと比較してもらいたいんですけど、わかります？このサンシェードが覆う位置がめちゃくちゃね、これ下の方まで覆って、ほぼほぼ視界が全部スモークに見えます。バイザー付きヘルメットで正直 Z7 ぐらいの大きさしかないです。大きさだけで言えばもうほぼほぼ全く採寸は一緒ですね。若干こっちの方が数ミリもっとコンパクトなんですけども、さすがにインナーバイザー付きのヘルメットでここまでねタイトなちっちゃいヘルメットというのがまずねデザインがかっこいいね。はい、でもねいいところばっかりでもないんですよね。その一つが、内装のフィッティングです。今までちょっと話を聞いて感づいた方もおられると思うんですけど、インナーバイザー付きでカーボンシェル、まあ、その安全性を考えたらペラペラなわけないんで、そのしわ寄せがどこに来るかって言ったらこの内装の薄さなんですよね。フィットはするんですけども、Z7 とかに比べたらちょっと窮屈すぎるかな。側頭部とかね、ここら辺の骨が圧迫される感じがやっぱりしますね。どうしてもこの辺りはね海外の人の顔に合わせてるのかなと思うので、その点も踏まえて国内製品の日本人の頭に合わせた仕様の方がやっぱおすすめできるかなと思います。実際僕顔が細長いんで、まあ普通にかぶれるのでこれはこれで良かったかなと思うんでね、そのあたり、まあ、顔の形状によっては痛いって感じる人もいるのではないでしょうか。よいしょ。はい、こんな感じです。どうですか？めっちゃスリムです。はい、まあ、すごいねフィット感がすごいんで、照英とかその兜のふわっとする感じではなくて、もうなんかガチッと結構かっちり感がありますね。内装がちょっとしっかりしてるんで、このあたりはね好みが分かれると思います。ふわふわではないです。よっと、はい、肝心のインカムなんですけども、インナーバイザーのレバーを避けるために若干前寄りにはなるんですけど、ちゃんと取り付けできます。でマイクは貼り付けマイクの方がいいかな。ここにマイクっていうねスペースがあります。めくっていただくとこの中にスピーカーを忍べることはできました。タイトなヘルメットなので若干耳が痛いのかなと思ったんですけど、そんなこともなくて普通にツーリングとしても使えそうなヘルメットです。配線もねいろいろちょっと工夫してやってみてください。まあ最後になんですけども、このカーボンヘルメット安全性はどうなんっていうことでね、
めっちゃ気になるとは思います。世界的に言うたらこのスネル企画、新井さんとか翔英さんとかのスネル企画っていうのがね、やっぱ世界的に最高峰やと思うんですけど、単純に言えばこの貫通性能だったり、そのシェル自体を割れないような、まあ、頑丈な規格、まあ、ちょっと間違えてたらねご指摘ください。まあ、単純に言えばあの強度を、硬さを追求したヘルメットになってます。でこっちは真逆で、ヨーロッパの ECE22.05 っていうのは後ろにあるんですけども、この規格はヘルメット自体、まあ、顎から頭から全部含めて、事故った時に潰して頭を保護するっていうね、意味合いのヘルメットになってます。その、まあ、潰すって言ってもそのクシャクシャってなるようなあれじゃないとは思うんですけども、そのあたりはちょっと、詳しくはわからないんですけど、自動車でいうクラッシャブルゾーンみたいな感じでね、あのヘルメット自体を衝撃緩衝材に見立てて、頭を保護するっていう、そういうお仕事をする企画、ヘルメットで、その ECE の企画があれば MotoGP でも使えるっていうね、ちゃんとしたヘルメットなので、まあそのあたりはね、まあ安心できるかなと思います。中国製の安いヘルメットとはまあ違う、まあ、ちゃんとしたヘルメットらしいです。はい、そんな感じでいかがだったでしょうか。バイザーも欲しいし、軽いヘルメットも欲しい。でもうこういうかっこいいの、もうこういうデザインが好きだっていう方にはね、もうすごい鼻息が楽になりそうな、そんなヘルメットやと思います。まあ、おすすめとしては国内正規品の FRP モデルの方がいいかなと思いますのでね、ぜひぜひ参考にしてみてください。